藤原馬会は奈良時代の苦行。署名は馬守。右大臣藤原不人の三男。藤原指揮家の祖。官位は肖像位三議訓党は訓二等霊気2年8月に第9次検討士の施設が任命されるが、馬守は検討福祉に任ぜられ、間もなく小6以下から2回昇進して15位下に助赦する。 この時の検討大使である大友山盛の異械も受五一下であり、大使と福祉の異械を同じとすることは珍しく、このジョイに対して父、父との政治力が働いていたことが想定される。霊気3年6月から7月頃に日当し、10月に長安に到着する。養老2年10月に検討施設一行は九州に帰着し、 翌養老三年正月に復命を果たす。馬会は、検討福祉の功により生後一下から生後以上に、少女された。なお、検討施設としての日当を通じて、馬守るから馬会に改名している。同年七月のアゼチ設置時に、日立守るとして、安房、カズ下下唄三国のアゼチに任ぜられる。養老四年八月に、父、 ふ人が講じると、翌養老五年正月にその子である、藤原四兄弟は、それぞれ大幅中城を受けるが、馬会は四回進んで、聖予美町に除せられる。人気元年三月に、街道の映像が反乱を起こして、道の下大城、佐吉寺やマロを殺害する。そのため、馬会は、四季武教の官職にあったが、四月に、自設大将軍に任命され反乱を鎮圧するために、 遠征し、11月に帰還。この校により、翌人期2年正月に、13位、君に等の女医女空を受け、苦行に列する。その後も長く式部教を務める一方で、人期3年、友蔵南馬宮寺に任せられ、後期南馬宮蔵への責任者を兼ねる。人期6年の長屋王の変に際しては、長屋王の謀反に関して密告が行われると、 直ちに馬会は 6F の兵士を率いて、長屋王帝を包囲する、と、軍事面で主要な役割を果たした。なお、ヘンの活躍にもかかわらず、すでに、藤原氏から2名の犠牲官を排出していたこともあり、この時点での馬会の賛議昇進は見送られている。天平3年8月に諸官人の推薦により、6名もの大量の賛議抜擢が行われ、馬会は弟、 マロと共に参議に昇進。藤原四兄弟が全員犠牲官となり、藤原四氏政権が確立された。同年11月に、機内に総監書道に陳部氏が設置されると、機内副総監に任せられる。天平四年、地方軍備体制の整備を行うために、節度氏が置かれると、馬会は、再海道節度氏に任せられ、九州に赴任する。 不妊にあたって馬会が作成した監視が開封層にあり、高橋虫マロの見送る和歌が万葉集に残る。九州では軍事行動マニュアルとして式を整備する。約50年後の放棄11年になっても多財府に対して馬会の式に基づいて警護を行うように直例が出ており、馬会が整備した式が後世に引き継がれ活用されていた様子が伺われる。 天平六年生三位に至る。天平九年平常教中を薬病が消血を極める中、8月5日に藤原四兄弟の最後に公居した。去年44。最終官位は、肖像医三義式部教犬打罪卒。俗に本気による。中期のないものは、尊卑文脈による。ありがとうございます。